こんにちは、こんばんは、おはようございます。今日は、ジャニーズジュニアカレンダーの2015年から2016年の、まあ、一番というか、何回かに分けますんで、今回はパート1をお送りします。で、これ、重し。ページが開かないんで、これをちょっと、申し訳ないですけど、重しとして使わせて。では出発。これやっぱ見にくいんですね。こうなるんで、ちょっとこれを重しとして、キンプリですね。あ、初恋の味はレモン味。告白は自分からしたい。それとも付き合ってくれ。恋のライバルにしたくないジュニアは小。下の方に誕生日も持ってますね。なるほど。ちっちゃくて見えない。で、次は平野紫耀さん、初恋の味はふりかけ、のり玉と卵。で、高橋海人さん、初恋の味はいちご。松田健太さん、平野くん、北くんがライバルってことで、誰だ、女子よね。あ、で、岸くん、いや、これ女子、いや、わかんない。北くんで、よいしょ。すごく一人じゃこれしにくいですね。で、ストーンズですよね。まあ5、6分経ったらやめますね。あ、すごい、なんかジュリーさん、初恋の味、豚骨醤油味。もう豚骨醤油味っていうのがまた面白いですね。で、森本くんはレモン味。完璧な答えですね。あ、ジェシーさんはいちご味。いちご味とレモン味なんで、恋はしないアイドルだから、アランかっこいいからね。で、レンレンとショウくん、ショウレンで、誰だ、ジェシー。なんかわかんない。この洋服、なんか平野くんが着そうな洋服ですよ。で、神宮寺くん、岩地。次は、あれ、岩地の答えないです。なんかもう、このジュニアカレンダー、あれで、なんかもう、本みたい。まあ本ですけどね。将来お嫁さんに何て呼ばれたい？パパ、カイト。なかなかキンプリさんの割合が占めてます。キンプリ、告白は自分からしたい。自分で絶対したい。もうキンプリ？キンプリとか。名前が書いてないと分かる。あ、これは分かります。大西畑ですよね。西畑大吾さんと大西竜星さん、二人合わせて大西畑って書いてます。あ、ここからスノーマン、うん、はい、復活。やっぱこの曲がらないから大変だ。ああ、で、さっくんと伊達さん、で、あ、6人の頃ですね。ショッピーさんと阿部ちゃんマンですね。
ああ、ここ書いてますね。初恋の味。シナモン味。シナモン味。ブドウの味。桃味。いちご味。唐辛子味。メロン味。で、また横に戻ります。横に戻ります。誰だ？あら、これは、なんか関西ジュニアっぽいですね。これ藤原さん。誰だ。あ、文ちゃんたちですね。ムロ君。飛ばす。あ、で、フォーユーかな。フォーユーも飛ばす。飛ばしてはない。誰だこれを。あ、多分あれでしょう、ラブツーの人たち。ホックン、ホックンとカウアンさんです。カウアン、うん。というわけで今日はちょっともう結構時間経ったんでこのくらいで終了します。また明日始めますんでよろしくお願いします。チャンネル登録ありがとうございます。動画再生最後までありがとうございます。他にグッドボタンもありがとうございます。ライブに来てもらって本当にありがとうございます。今日はこれにて失礼します。お疲れ様でした。終了します。終了。